ペルドーもペルドーいたします。ニャスオムナ大チャンネルです。ご報告がございます。タイトルサムネイルにもあります通り、私大チャンネル、5月7日、ゾゾマリンスタジアムに、ピクニックに行ってまいります。何しに行くんだお前と。そう突っ込まれた方がほとんどじゃないでしょうか。まあ、5月7日、ゾゾマリンスタジアムに、ピクニックに行ってまいります。私、大チャンネル。そしてですね、もう僕一人ではございません。はい、ある方と一緒にね、はい、ちょっとゾゾマリンスタジアムの方に遊びに行こうと、っていうところで、共にね、僕と一緒に行ってくださる方をご紹介いたします。はい。同じパリーグを応援している、そして福岡ソフトバンクホークスというチームを応援している、ギータホークス応援チャンネルというね、同じプロ野球応援系 YouTuber をやられている方と行かせていただきます。僕ね、そのギータさんとね、まあ、去年ぐらいからですかね、仲良くさせてもらってまして、このギータさんのチャンネルの方で生配信出たりだとか、まあ、その他にもね、何回かプライベートで、まあ、一緒にサウナ行ったりとかもしたんですけども、まあ、このね、結構関わる機会が増えてきたという中で、いよいよピクニックです。非常にこの5月7日楽しみにしております。というところなんですけども、これなんでピクニックなのかというところですね。この前僕、ロッテの試合がない日に、ギータさんのチャンネルにお邪魔したんですよ。暇だったんで来ました、みたいな感じになりましてね。おい、マジで出てくれ、頼む。あら、大ちゃんいらっしゃい。暇なんて来ました。らっしゃいらっしゃい。だいぶ当選ですね。いやー、そうなんよ。めっちゃ当選で、もう息詰まりますわ。で、その時になんかギータさんがですね、僕、千葉ロッテマリーンズの大ファンなんですけど、まあ、その時ホークス自体があまり調子もよろしくなくて、5連敗とかね、その前にしてて、まあ、なかなかチーム状況が上がらないというところで、まあ、その時ロッテが首位だったんですけど、なんか、絶好調の佐藤俊也くんを貸してください、みたいな。絶好調の俊くんあたり貸してくれんか。頼むわ。そういうようなことを言っておりました。僕、結論から言いますと、あ、いいですよ、まあいいですよというふうに了承したんですけども、わかりましたみたいな感じでね。はい。その代わり、みたいな。オンチャンギータの前にランナー出たら激アツ。わかりました。じゃあオスナ貸してください。今日いい天気やね。大ちゃん。今日いい天気やんな。今度一緒にピクニックでもしに行こうぜ。いや、これ完全に流れ来た。ぜひぜひ行きましょう。大ちゃんとピクニックに行くアポ取りに成功しました、皆さん。こんな感じでピクニックに行く予定が決まりました。ギータさんは配信者、そして僕は一視聴者というところだったんですけども、そこのコメント欄でピクニックに行くことが決定してしまいました。5月7日に。ま、そろそろちゃんと話しましょうか。まあ、私、大チャンネルと、ギータホークス応援チャンネルさん、この二人で、5月7日、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、現地観戦いたします。もう負け決定やんって思った人いる？もしかして。そんなわけないでしょうが。去年まではね、僕ゾゾマリン薬病神系 YouTuber としてね、1年間活動させてもらいまして、まあ、ほんとその通りだったんですけど、まあ今シーズンね、まだ公式戦1試合しか行ってないんですけどもね、そのホーム開幕戦に見事勝利することができました。まあこの1試合で判断するのはね、ちょっとあれかなと思うんですけども、やっとね、このゾゾマリンでも勝てるようになってきてるんですよね。そして現地観戦でも現在ね、去年から見ると3連勝中です。ベルーナ勝って、2022年シーズン最終戦勝って、今年のホーム開幕戦勝って3連勝中なんですよ。乗ってるぜ俺は。というところで、まあ、ギータさんと一緒に観戦行かしてもらうわけなんですけれども、なぜギータさんなんだというところについてちょっと話していきたいと思います。でまずはもうその相手チームが福岡ソフトバンクホークスだから、はい、ホークスファンの YouTuber の方とね一緒に行かしてもらうと。で僕さっき日程なんて言いました？5月7日って言ったじゃないですか。思い返してみると、まあ、その5月7日、ちょうど1年前。本当に365日前。はい。だからイコール去年の5月7日、僕現地行ってたんですよね。で、まあ、多くの方もこの時点に気づいてるかと思いますが、その日、16対0で負けたんですよ。そのリベンジということです！まあ、この5月7日に関してはね、そのギータさんじゃなくて、この大マネとね、行かせていただいたんですけれども、まあ、大マネはいいや、と。
大丸いいやっていうか、そのやっぱ僕もね、今シーズン本当に優勝する気満々ですし、この個人的にもね、この現地観戦の成績上げる気満々なんで、この大丸以上のこの勝利の神であるギータさんと行くことによって、そしてそのリベンジ果たすことによって、もっとね、僕も上に行けるんじゃないかと。はい、そういう風に考えまして、今回ギータさんと一緒に現地観戦行かせていただきますというところで、ちょっとね、まあ僕の現地観戦とそのギータさんの現地観戦の方をね、ちょっと比べさせていただきますということで、まあ先ほどね、僕言った通り、ホーム開幕戦勝ちました。はい。まあその前にも、この去年のシーズンですね、9月にベルーナドームで勝って、まあ、ホーム最終戦、シーズン最終戦で、福岡ソフトバンクホークスに勝っております。ホークスの優勝を目の前に見ることなく、その優勝を打ち消した試合を僕現地観戦しておりました。ここ最近の大チャンネルはちょっとね、ゾゾマリン疫病神ではなくなってきてるんじゃないかっていう風に言われることもあります。でもその前が前だったんで、まあ、その疫病神っていうのはまだ消せないんですけどね。で、一方のこのギータさんの現地観戦なんですけど、まあ、あの去年のギータさんマジで恐ろしいよ。あのそのギータさんはその福岡ソフトバンクホークスのその柳田悠岐選手、まあ、ギータですね、ギータを推していまして、ギータさんが見に行った試合に絶対ギータがホームラン打つっていう、あのそういうジンクスが、ありますと。まあ、これ非常に恐ろしいなっていう風にね思ってたんですけども、そしてギータさんの去年の現地観戦成績が確か4勝0敗だったかな。はい、負けてないんですよ。そして時が経ちまして、2023年シーズン先日ギータさん東京ドームに行かれていました。まあ、この時は、まあ、西武主催の、まあ、獅子の祭典みたいな感じですかね。西武対ソフトバンク見に行きまして、ホークスボッコボコにされてました。もちろんそれでね喜ぶつもりはありませんけれども、これ勝ったろー。現状現地観戦乗っている大チャンネル、そして今年に関しては結構ボコボコにされているギータさん、勝つに決まっとるやろ。もうデータとして出ちゃってるんですよね。まあというところで、まあ二人のねその現地観戦の比較なんかもさせてもらったんですけれども、まあちょうど1年前にねほんと16対0で負けているっていうこともあって、違うところが3連戦の第3戦なのか、まあ去年は第2戦だったんですけど、そこの違いか出場する選手が違うか、もうここだけやで。多分試合開始時間も一緒だし、カードも一緒だし、会場も一緒だし、これはもうリベンジする条件が全部揃ってるんですよね。という感じで、5月7日ピクニックという名の、現地観戦、初めてねこれギータさんと現地観戦行かせていただきますということで、非常に楽しみなところはありますけれども、ちょっと震えてます。まあ、またギータにホームランを打てれるんじゃないかっていう不安があったりだとかね、そのギータさんの通算の現地観戦っていうところも恐ろしいですから、まあ、なんとかまたあの疫病神パワー発揮しないように頑張っていきたいなというふうに思いますし、まあ、なんといってもね、あのゾゾマリン現在3連勝中なんで、はい、しかも今年のロッテホームめちゃくちゃ得意なんで、まあなんか1勝1いっぱいで迎えて、まあ3戦目勝つみたいな、はい、そういう流れでもね全然構わないので、1、2戦目勝って3戦目だけ負けるっていうのは一番やったらあかんで、まあ3連勝するのがベストなんですけども、そんなね簡単に倒せる相手ではないので、ちょっとね震えて眠っていたいと思いますが、とりあえずピクニック楽しんでくるわということで、5月7日もし現地行かれる方がいましたら、ぜひね声かけていただければなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。ギータさん7日よろしくお願いします。ただ絶対負けねえぞということで、Morning's fighting!